ファビュラスファブスタイルやっていきたいと思います。なんか私の服地味ねびっくりするぐらい地味ね。まあまあまあいいでしょう。はい、まあなんだろう、初心に帰ってると思えばね。月間達成してるのね。確かそろそろさ、テストがどうって言ってたよね。それだけが不安。やあ。やあ。食事に行かないか。今日くらい休戦してもいいだろう。まあ今のところね、私が勝ってるから、まあドヤ顔で休戦するよね。レストランで二人は静かに食事を続けました。やがてジョージが口を開きました。君と俺はライバルだ。だが聞いておきたい。何ですか？君は俺をどう思っているんだ？どうって好きだけど。強気よね。あなたはにしよう。分かっているだろう。愛してる。これ以上もないくらいにだ。いいね。私は愛してないって選択肢面白いんだけど。はい。そうか。これではっきりした。嬉しいよ。よかったね。なら、もう言うことはない。君と、俺の心は、一つだ。しかし、勝負は勝負。決戦だ。君は若い。負けて逆恨みで嫌われるのだけはごめんだ ね。失礼しちゃうわよね。そんなことするやつだと思われてるわよ。え、もうジョージもさ、最愛の人まで行った？多分行ったよね。どうしよっかな。カフェあんま行ってないよね。今カフェ行く必要あんのかなっていう。ユミコが現れました。あら、久しぶりね、あんた。最後の方だからってちゃんと出てくるわね。あら、ジンさんのこと諦めるしかなさそう。もっと素敵な人を見つけてみせるわ。頑張んなよ。メニューでなんかおすすめある？ミオリジェの噂をしてるお客さんも時々見かけるよ。素敵な店だよね、だって。評判になってるみたいでよかったね。どうもありがとう。あ、知力上がったのすごい嬉しい。はい。今年も受賞式が近づいてきたわね。ここまで頑張ってきたんだもの。夢は叶うと信じて、特別なドレスとパールのピアスを送ったわ。ピアスなんか別に他のがいいんだけど。さあ余裕ですね。魅力のさ、達成度の低さやばいね。はーい。あ、年間売上いったね。でもこっから手抜きで大丈夫ってことね。でも法人税とか言ってるよ。あー、千春吉村ダウンしてる。まあしょうがないよね。出た。テストだよね。ちょっとどうしたもんかね。いや、頑張るけどもね。いやー、きついと思うわ。あ、そう。あんた一回も取ってないじゃないのよ、オールってね。では、始めようか。こんなんやってない、どうしよう。復習の必要がある。あ、そうなの？結婚式、私、これ行かなかったことがないからさ。あ、そう。ちょっとカットします。だから正解だ。よし、正解だ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 。正解だ。そうだ。
そうだ。これからも頑張り。いい笑顔だ。笑顔に勝るメイクはないよ。はい、なんとかいけました。なんか意外とね、あ、中華料理以外は常識問題多いなっていう感じ。中華料理のねルールはちょっと難しいよ。今期の成績最優秀者は彼女だ。よく学んだ結果だろ。みんなも見習うように。ほんとね。でもこんなことね、ナオミというのも最後なのかと思うとちょっと辛いものがあるわね。いやー、だってもう私のオールみんな取っちゃって。お疲れ。エクセレントだ。見事な成績だったよ。あとはプラチナ大賞まで頑張りたまえ。任せないよって。いや、2月だ。3月で終わりだっけ。いよいよ今月末は本決算ですね。ビジネスアワードに向けて最後まで気を抜かずに頑張りましょう。そうですね。おめでとうございます。でか、そう、エンディングなんですけど、DS 版の時は、確かフレミングと、フレミングとジョージ以外は見たのかな、確か。なので、ちょっとフレミング優先でいきます、エンディングは。最悪ジョージも見れたら見ようかなって感じで。いや、すごいね、これならきっとアワードも狙えると思うよ。あなたの頑張りは支店長に報告しとくからね、本当に僕も嬉しいよ。なので、まあ、ジンとか、イケてるメンズたちのは、3DS 版の最終回の方を見ていただけたらと思います。ハイブラテンに視野を奪われないように油断せず頑張りましょうね。そうだね。新しい提案ができる。まだそんなこと言ってんの、あんた。フロアショー、フロアショーやりすぎじゃない？なんか割と高頻度でやってるよね。か別に買いに行く必要もさ、全然感じないんだけど、景気がいいのか？いい笑顔だな。だからどこまで持つかな。あともう2月ですよ。多分ね、入荷しなくてもやっていけるとは思うのよね。まあでも、念には念をだよね、やっぱね。念を入れるために流行のものだけ、ささっと買って。10個あればいいでしょっていう。スカートなさすぎ。はい。ラケル。ね、ラケルのこれマジ人気ないね。やっぱり達成してるからね、そんな入れなくて、全然いいんだけど。よし。プロモーションはちょっと強気でいくよ。あ、在庫処分があったわ。あ、もう勝ったな。てん。スカートだけ残っとる。そうね。すごい真っ白。だったらさ、下。これでいいんじゃない？真っ白でいこう。はい。回転です。店長、お願いします。最高記録更新したいなっていう気持ちはある。あれ、エリ、この間の子褒められたの。おかげさまで彼とうまくいってるんだ。これからまたデートなの。今度は弁護士。おしゃれに決めたいな。いいね、弁護士と付き合ってんだって。リッチカジュアルね。リッチカジュアル。あ、かわいいね。31万5000円。値段かわいくないね。あ、似合う似合う。いいんじゃない。ちょっとセレブ感はすごいけど。はーい、レッツゴー。レッツゴー。はい。来た。
ーい。レッツゴー。え、まあ、待って、全然違ったなんで、なんかほんと覚えられないな、嫌になっちゃう。いいですね。いいですねじゃないのよ、よくないのよ。待って、ピンク来なくない？来た、遅い、来るのが遅いよ。はーい、来た来た。これは最高記録はいけないね、まあ、しゃあないね。無理、あと6秒しかない。最高の結果ですね。そうですね、もう30いったからね。アカデミーが春休みになっちゃったね。あんたと授業で張り合えないのってちょっと寂しいよ。今度さ、どうしよう、ニュータが落ちてて一緒に旅行にでも行こう。約束だからね。一方的ね、行かないわよって張り合えないとって言うけどさ、張り合ってたの逆に。全然張り合ってる印象はなかった。おお、何もない。本当に？だ、美容院ってもうそろそろ終わりじゃない？どうもいらっしゃい。コスメもいっぱい入ってますよ。本当？そう、この新色で女を磨けば男も狂気乱舞でしょうね。で、今日はどうしたい？本当に入ってる？これ入ってなかったら怒ろう？入ってないやないか。え、マコ嘘つき説来たよ、ほら。あ、マコ嘘つきなんだけど。え？今日キャンセル？はぁ、ショックだわ。キャンセルよ、何もないんだから。バレンタインデーです。これにハートマークがついてれば、仲がいいからにチョコ渡せます。これ渡せるね。え、誰に渡そう？本当はさ、レオやイブにも渡したいけど、今回フレミングに渡します。多分渡したことないよね。ちょうどよかった。授業、教授にバレンタインチョコレートって渡していいのかな？お世話になってる先生に送りたくて。私はフレミングに送る予定。本当？じゃあ私も高木先生誰？ちなみにどんなチョコを送るの？フォンダンショコラ、バラとスミレのチョコ、カードのみ。バラとスミレのチョコレート。なんか好きそうじゃない？イメージだけどね。ハワーシングス。ハワーシングスって何？お元気ですか？お元気ですかって言って。フレームにチョコレート渡しました。日本のバレンタインは女性から贈り物するのが一般的だったな。お、バラとスミレのチョコか。イギリスでは王室御用達とも言われているが、知ってんのことかな。思いがけず洒落たプレゼントあれ、やっぱ私ちょっとセンス良かったね。よしよし。マジ行くとこない、どうしよう。カフェしかないな。ユミコまた来たの？こないだパーティーでジョージロジャーズに会ったわ。ああいうミステリアスな男性も魅力的ね。あんたほんと脈がない人ばっか好きになるわね。もっと販売になれないと自分のショップにもう少し行ってみたらボロクソやないか。なんて。なんか、ケイちゃんが割とさ、初期に言ってきそうなことをすごい言ってきて、ちょっと私も困惑してるんだけど、そんな足りない私販売とか。200いってないからダメ？じゃあいいよ、マイショップ行っとこう。春めいてきました。はーい、いらっしゃいませ。はるか、今日はゆっくりと見ていけると思う。それでね、
事務所からメールだわ。何？あら、今日も4時に来客そうだったかしら。まったく忙して困るわ。でもあと30分もあるわね。パンツ見繕ってくださる？パンツね。パンツって。ベーシック。ベーシック。ベーシックこれしかないのかな？26歳弁護士。今にいただくわ。はーい。グッジョブ。ジョージが現れました。喋らんのかい。いよいよ明日だ。ベルファムとミアレジーナ、どちらに勝利の女神は微笑むかな。私です。授賞式で会おう。え、待って、もう明日授賞、そんな、シーンが現れました。最後の激励に来たよ。ハーバーシティのビジネスアワードの事務局から招待状が届いてるんだ。明日僕ももちろん出席するよ。ここまで来たね。ずっと感心して見てた。僕は頑張ってる君が好きだよ。プラチナ大賞の栄光、栄冠を取る時もその素敵な笑顔を見せて。それじゃあまた明日。セーブしよう。セーブが必要だよこれは。はーい。タッケ法人税。もうだってさ、圧倒的シェア率じゃない 14.1 って。悪いけど本当にすごい。とうとうここまで来たね。ちょっとセーブさせて。やりましたね、店長。あとはベルファムの結果次第だろう。最終結果の受賞式は待ち遠しいな。僕は信じてるよ。きっと勝ってるって。もっと信じておくれ。緊張しすぎて胃が痛いです。店長、うちのショップベルファムに負けないくらいいい店ですよね。ここまで来るのに長い道のりでした。本当のこと言うと落ち込んでやめようと思った。この店でも落ち込む時もなかったよね、そんなにね。でも店長のおかげでここまで来られました。私この店が大好きです。あんたやっぱ高級鳥だけどいい女ね。きっとナンバーワンになれるって信じてます。いってらっしゃい店長。ずっと祈ってます。店長が表彰されること。どうもありがとう。いやすごいわ。街中アワードの噂で持ちきりよ。さあ座ってね。みんなあなたに注目するんだから、もうね、絶対にプラチナ大賞取ってきてね。マコもなんだかんだやっぱいいやつよね。うん。この作品さ、嫌なやつの方が少ないのがいいなと思う。いや、まあ、いるよ、嫌なやつもところどころね。いたけど。いやー、本当に綺麗だわ。感動だわ。うん。いってらっしゃい。はーい。さあさあ、思い浮かぶ顔は、来た、ここだね。これによって見れるあれが変わるんだよね。ジン・レオ・イブ・フレミング・ジョージ・リック、まあ、今回フレミングとジョージですかね。やっぱり見たことのないっていう点で、うん、なんか後々だね。まとめたのも出したいけど、まあフレミング行きましょう。でも見たことないやつだからすごい嬉しいな。本年度のビジネスアワードプラチナ大賞を発表いたします。ビジネスアワードプラチナ大賞王冠並びにスタースティックを授与いたします。まあまあダサいのよねこれね。なんとも言えないねあれね。スターなんちゃらね、うん、完璧ですね。ファビュラス。プラチナ大賞本当におめでとう。
ありがとう、ファビュラス。これほど頑張れるとは初めは思わなかった。もうどこへ出しても恥ずかしくない。君なら世界を舞台に活躍できるだろう。ただしこれからも私に指示すればだな。どっちだろう。レミング。もちろん。君が成長する姿をまた間近で見られるのは私の最大の喜びだ。フレミングは優しく微笑み、手を取ってささやきました。今まで私によくついてきてくれたね。授賞式で明るく輝く君を見届けられて、今日は人生最良の日となった。愛してる。あら、フレミングは少しかがんでそっと頬にキスをし、あら、満天の二人を祝福してくれて。あれ待って、ムービーとかなかったっけ最後。あれ、これエンディングだよね。ちょっとエンディング後で見ましょうと思ったけど、スキップできないこれ。あ、できない。で、一回見ましょうか。いや、あのリックのやつも見ようかなと思って。歌あったっけこのゲーム。そっか、ちょっと歌はもしかしたら音源変えてるかもしれません。いや、まさかの終わりですね。そうね、ちょっと待ってね、喋ること考えなかったのよ。ちょっとリックの時になんか喋るわちゃんと。まさかの飛ばせないっていうね。でもパートで言うと、パート何ぐらいまで撮ったっけ。パート20、30いかないぐらい。いや本当にね、このゲームはね、マジで続編を出してほしい。本当に望む。いい曲多いわよね、このゲームね。私、あの、あれ持ってなくて、あの、確か限定版の方にサントラとキャラソンの CD、キャラソンだけかな、あの CD ついてるよね。私、限定版持ってなくて、いずれ買いたいなと思ってます。あ、クリアデータね。じゃあ一番下にそれ取っとくわ。よし、ということでですね、ちょっとジョージのエンディングも見たことがないので、確かないよね。ジョージは取ってなかったと思うんだよ、前回見たことないもん多分。なのでちょっとジョージのエンディングの、まあ、手前まで行きたいと思います。はい、ここまで来ました。まさかの期末試験の時にね、撮ったセーブしかなくて、めっちゃ時間かかったっていう。リックとか見た、私リックのエンディングめっちゃ好きなんだよね、今思えば。ちょっとジョージ行きます。初めて見るな。それでは、本年度のビジネスアワード、プラチナ大賞を発表いたします。これ飛ばします?まあ、さっき見たもんね。せっかくだから見ようか。ビジネスアワードプラチナ大賞、王冠並びにスタースティックを授与いたします。スタースティックがあんまいらないのよね。正味王冠、王冠もまあなんかね。
Congratulations. 俺が敗者か。いいだろう。さすが、この俺に宣戦布告しただけのことはあるな。無敵の笑顔だよ、君は。ノックダウンだ。好きなように歩め。世界は広いし、先は長い。何をしようと勝手だ。大いに逆らってくれ。俺は君のすべてを受け入れよう。ずっと一緒にいたい。俺はその笑顔が欲しい。思ってたよりジョージのエンディング良くない？いいよね。で、この画面で終わればいいんだ。そしたらまたエンディング見なくていいもんね。すごい良かった、ジョージのエンディング、まさかの。あと、ジョージあれだね。やっぱムービーだとイケメンだね。なんか通常時のさ、画面の正面とかさ、あんまそんなかっこよくないなと思ったけど、ムービーのジョージいいな。ということでですね、ファブスタイル DS 版、今回にて最終回となります。やっぱ今からファブスタイルをね、もしやりますっていう人は本当に 3DS 版でやっていただきたい。いや、DS 版はね、DS 版で良かった。楽しかった。久しぶりにやって。ただやっぱ、ムービーの量だったりね、あと謎の歌だったり。全体的にやっぱ 3DS の方が楽しめるかな。私もちょっと、3DS 版の限定版をちょっと買おうかなと思っております。その際にはね、また、できればエンディングをまとめたいなと思うので、その時はまたそれを見ていただけたら嬉しいなと。いやーなんだろう、ファブスタイルみたいなゲームがね、もっと出てたらね、楽しめるんだけど、これしかないのでね、いや、ほんと、ファブスタイルに関しては、本当に、なんだろう。他の動画よりも、見てくれてる人は多いなと思うので、感謝しております。見ていただけて。もうね、見ていただけてることで、私はモチベが上がって動画をどんどん撮れてるので、はい。そうですね。私、DS とかで基本オシャレゲームやってるんですけど、ちょっと一旦、ここで終わるかな？なんかないんだよね、もうね。はい。ということで、今回でね、ファブスタイルの方、終わりたいと思います。またここまで見てくださった皆様ありがとうございました。本当に楽しいゲームでしたね。いや、なんか名残惜しいのよ。なんか、これだけ本当ちゃんと突っ込めて、それでゲームとして面白くてっていうのはなかなかね、ないからね。はい。まあ、こうぐだぐだ喋っててもね、しょうがないのでね。はい。じゃあ、これで終わりたいと思います。ほんと、ここまで見てくださってありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。